なぜです。明智光秀の娘になど今となっては何の価値もないでしょう。光秀の娘というだけではありません。彼女は細川家ともゆかりがある。捨ておけません。そもそも人質など下劣な。何と言われても結構。不確定要素は極力取り除いておきたい。気が乗りませんがやむをえんでしょう。どうかご承知ください。義継、あなたも同意しているのですか。避けぬ流れかと存じます。承知しました。ならば私も同道します。何捕らえるのなら信仰のある私がいた方がいいでしょう。それともまさか討ち取ろうとでも。ご協力感謝します。チャチャ様、好きにされよ。チャチャ様。義継、今さら虫のいいことを言っていると分かっていますけれど、もしまだ少しでも私を浅井の姫として思ってくれる心があるなら、どうか力を貸してください。はい、御心のままに。ありがとう。屋敷を守る者を退け、光秀の娘を確保せよ。チャチャの申した通り戦になってしまった。チャチャは無事であろうか。無理にでも大阪を退去させていれば。待っていなさい、必ず助け出します。家康の決戦は近い。このようなサジに時間をかける余裕はないぞ。敵に囲まれたか。もはや逃げるしかあるまい。そのもの、チャチャ様を好きにさせてよろしいので。引き分けが良かったのがブース。そうだ、君なんですね。問題ない。地を捨てる不忠者が気に入らん。怒るほどのことではありません。流れに乗ったまでの。時間を無駄にした。強くなければ全てを奪われる。敵将討ち取った。開門。観念してもらう。そうだ、こちらに来い。そうは参らぬ。わらわが人質となっては迷惑をかける。待ちなさい。なんとか二人だけで会わないと。結局こういうことになるのね。男どもを好きにはさせないわ。
くれたのですね。あら、お姫様、期待してたのにな。お姉さん、すっごくがっかりしちゃったぞ。待って、違います。話を聞いて。いい流れを引き込んだな。プレイモノ、打ち取りました。あの子は私が必ず助けます。あなたのその後の、そういうこと。いいわ、あなたはわらわちゃんのダチだもんね。どういうの。ダチャ様、光秀の娘はどうやら城下の屋敷に隠れているようです。ありがとう。急ぎ見つけ出さなくては。開門。有金すべて置いていけ。さもなくば命はないぞ。お助けを。混乱に乗じて賊が入り込んでいた。時間がないければ捨ておくわけには。姫君のため落とすわけにはいかぬ。流れに乗ってまでも。とっくに体勢は消してるんだ。ここで踏ん張ってもバカを見るだけだぜ。あんた、我らは捨て石とされたのか。急ぎ引くぞ。ジリオクス開門。強くなければ全てを奪われる。開門。すでに主は下っている。無用な抵抗は身を滅ぼす。そうなのか。それならここにいたって。今こそ散りゆく定め。開門。覆す。いい流れを引き込んだ。使命を閉じて姫君をお守りせん。ちゃっちゃ。
に開門。まもなく戦が始まる。今のうちです。早く大阪を去りなさい。ちゃちゃ、わらわはまたこのような事態に巻き込まれることがあっては迷惑だと言っているのです。ちゃちゃ、二度と会うことはありません。どうかお元気で。いやじゃ、また必ず会えると約束してほしい。そうでなければここは動かぬ。何を聞き分けのない。ダチと別れるのに聞き分けなどできぬ。今度こそ本当に太平の世が訪れたならまた二人で遊びに行こう。きっとじゃな、ちゃちゃ。はい、必ず。だからどうか無事に落ち延びてください。わかった。ちゃちゃもどうか無事で。必ず、必ずまた会おうぞ。ちゃちゃ様、よくぞご無事で。あの娘はどうなさいました？自害しました。殿、見分なさいますか？屋敷が火に包まれては改めようもあるまい。チャチャ様、お手数をおかけしました。引き上げるぞ。はっ。我々も戻りましょう、チャチャ様。義継ぐ、私は何もおっしゃいませぬよう。三成もきっと聞くことはありません。けれど私は三成に悪名を負わせることを。どのような評価も覚悟の上です。あれはそうした男です。その覚悟が戦を呼ぶ。はい。止められなかった。ごめんなさい雪村。けれど私にも救えた命があった。そう考えていいのでしょうか？